どうもシャペンです。今回はいやあと5日ですね。ちょっと僕も久々にというか初めてこういう夏の大型イベントを実際に行くんで、まあ、マジで日帰りの弾丸旅行なんで一瞬ではあるんですけども、ちょっと雰囲気を味わいたいなと思ってますね。でそうやってワクワクしていたら、僕は今日なぜかアップデートの日だと思ってまして、ちょっとネタがないってことなんで、まあ緩い動画になってしまうんですけども、アップデート明日ですね、まあ、今日の0時からメンテナンスなのでご注意くださいと、まあ、いうことなんですけども、一個今日分かった情報がありまして、昨日その最終重心化予想動画投稿しまして、モンドリ当日に降臨するクエストが判明したので、そっから重心化するキャラクターのヒントがなんか得られるんではないかということだったんですけども、14日ですね、いつもだったらこのニュースがある日の22時に降臨するクエストからヒントがあったんですけども、今回に関しては22時の降臨がなかったということで、まあこれ関係ないんじゃないか。まあ一応ニュース中にこのディクエクス降臨して、ここからパンドラ重心化につなげることはできるんですけども、まあ偶然かもしれないですし、まあちょっと今回もヒントとしては薄いんじゃないかと思っていたんですけども、この翌日ですね、モンドリの釣りの日なんですけど、なんと降臨するクエスト、夜にコルロが来るということで、ここで2回目なんですけども、まあこれによって、まあここはもう完全パンドラがあまりにも相性がいいクエスト、まあ、転送壁をもらうことでリミックに対応して、しかも天炎銃これでいけるようになりますからね、それだから価値はありますし、であとこのクエストとの相性もかなり抜群っていう、火力出せるし、まあドレインでの HP 回復も可能で、まあ安定感がありそう。また SS がどうにかなったら、あれに割合効果とかつかないですかね。そうなったら最悪動かない SS でも許せそうですけども、まあ理想はもう自強化して暴れ回った後にも全員に撃ってほしいですからね。まあなのでこのコルロがモンドに翌日に降臨するということで、もうなおさらパンドラ重心化回の可能性が高まったんじゃないかなと思いますね。だから翌日実装というか、まあでも別に去年もディクエクスがモンドリ終わった後に来た覚えがあるんで、当日実装になる可能性もありますけども、確かにウリエルこれまでずっとね鳥張ってるんで、今回譲んない可能性もあるんですけども、どうしてもモンフリ2020と一緒の流れになっちゃうんで、まあ9周年の前夜あるんですけどね、5周年で重心化したアリス・アーサーがそのまま9周年でも同じ順番で来るっていう、それになる可能性もあるんですけど、どうしても僕はちょっとパンドラが分岐して取り飾るっていうことがないかなと思ってますね。もうコールド降臨によってはパンドラ回避することはもう前提で、あとはどうなるかっていうね考えになってますもん。まあでも実際そうなってるか。デイリー積み立て大丈夫ですよね。35だよね。一連逃してるんですけど、もう逃してからずっとこの心配で。35、6、で、あさってで46、7、8、9、あ、大丈夫だ。一応一連だけで止まってますね。まあ何回も言いますけども、あさってのモンストの日分だけは逃さないようにご注意ください。もう10年分の機会失いますからね。チャンスとしては無限大なんで、ここを射止めることはできるのか。そうだね、ちょっと清掃欲しいんだよなって思ってたらやってるんですよね、ちょいは今日。あえてこういう時に狙ってみるか。そっか、値引きも激流使ったのか。動画はしかも投稿してなかったし、まあ一応その時の映像をご覧ください。モンドリ直前に新限定キャラクターですね。モンテクリストと。かっこいいな、さすがに。で、ちょっと本当に僕、ちょうど空中庭園4のスランプだったんですよ。しかも前回開催ぐらいから、なんかむずいなと思ってたんですよね。で、そんな中、ちょうどこれ出されるとね、ちょっと欲しくなっちゃうなっていう。いや。まあでも今回はもう、出なくても最悪スルーするぐらいの。でも、サクッと出して、この後使ってみてやりたい。本当に庭園4スランプなんで、まあ5。おおお24%? 全然関係ないけど。あ、最先いいっすね。グロヒカ、マゴ。あ、そうか、でもでもいっぱいだし、なんだこれ。ボルカノザーラがいっぱいいた。そうか、シルテム40個だったのか。これで仕留めれたらいいな。うえ。まあ、この来週に多分、モンドリ新限定、あ、モンソニ新限定があって、なおかつ、コラボが控えてるんでね。モンソニ新限定は我慢した方がいいんですけどね、絶対雰囲気で引くんですよね。あ、モンドリ始まったわと思って。あ、なんか今日一発目強いな。あ、でも出はいい。質はいいですね、今日。星玉はいかない。いや、4楽にしたいな。4楽にしたいし、こっち絶対に1体持っておきたいし。頼んで。なんなら2体欲しいんですもんね、多分。自分で2体揃えるか。でも、正宗はちょっと抜きたくないんだよな、庭園4。絶対1枠入れた方が、最壮大号令。おっと、あ、地面今日初の新限定。あらあ、ピック今日。支配はピックですか。今日はピックしてるんですかね。してない。なぜそれをする。いいんですよ、その運は。ちはや、あ、45、これで一番。そっか、ちはやサイコさんか、もう。
またでも運極目前ぐらいで卒業しそうだな。よっしゃい久々。いや、久々でもない。あ、で今年、どっから引いたっけな。あ、でもそう、なんやかんや僕、まさむねこれで引いてるんだ。新春で、そもそも。てか、確か、シンギルティ、これで2枚抜きだったかな。もうやばい、もう、今ね引いたから、この演出驚かなかったもん。なんだ、2体目。もう一体くれ。もう、強欲。大強欲。いやいやまあまあ、あの演出で出たことはマジで神。ここ一体が、おい！ないか。これもう一回飛ぶ可能性であるんですかね。結局まだ分かってないんだな。新キャラ確定でいいのか。でない。もう一体欲しいな。もう一体欲しい。なイケメンだけですね。共通点は二人いるし。うわ、もう時代引きたい。今日なんか出る気がする。ラスト。飛ぶことここあるんか。最近あとこれ出ないな。結構これ好きな演出なんですけどね。もう止まることはない。あ、でも新入りキャラクターありえるか。あ、まあ、撤収撤収。これ撤収でさえ。まあ、ということで無事にモンテクリストは持っていますよと。やっぱでも属性限定なんだよなぁ、ここ。ちょっと、お試し10連。ポロッとね。ミトミツクニってどこで、あ、あれか、年末の振り返りか。振り返り後半で引いたんだ。あれめちゃくちゃ結局神ガチャだったんだよな。まあ、モンテもね、上行ったんで。これ、あ、でもこれ上出ないか。新キャラじゃないから。まだ分かってない。止まれ。やったー、あ、ローキー。いや、でも絶対あんま引かない方がいいんだよな。いや、その、モンソニー神剣って来るんですよ、多分これ、当日に。で、しかも多分アレスタ特攻になるんですけどね、ちょっとアレスタ本当にダメなんですよね。ラック、4なんだもん、ずっと。もう前回の降臨なんか、慣れてフル降臨やってなかったですもん。しかもシフトもやらずに一生で終わったっていう。それぐらいなんでね、ちょっと、モンソニー神剣って多分こうハマってくれるはずなんで、それも欲しいんですよね。まあ、どこで発表されるかなんですけど、でも多分木曜なんだよな。この日、フラッシュとかに注目したいっすね。それ引きたいんだよね。もう10連。いや、絶対清楚来るんすよ。下手したら、モンドリでなんかコンテンツ発表して、そのとこにハマるっていう、未開の大地に変わるコンテンツみたいな。なんなら未開がめちゃくちゃ、60からちょっと変わるみたいな様子が。このコルロでも違ったってことはね、絶対アルビだ。コルロじゃないそのコンテンツ系マジで天魔みたいな。でも属性ガチなんか本当にこれダメだもん。こんな何もない時に引くのって一番愚策だと思うんですよね。もうルナとかそれで何連溶かしたんだろう。じゃ、もちろんだけ久々にオーブの個数300とかだったのに。清掃マジでもう保険ですからね。保険に入ってないようなもの今入りたいんですよ。今後何があってもいいように受理してくれ。ああなんか限定出るまで引こうと思ったけど、これはダメだ。おかえさん、初めてのモンドリ現地参戦ということで浮かれてる様子でした。よかったらコメントか皆さんの最近のガチャ結果とかお待ちしております。あと全社アイドルをシェアいただけると、こんな感じの動画とか頑張っていくんで、よかったらシェアいただけるともしよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。ここなら